みんな年末年始何してたのって今言おうとしたけど、ここ3人一緒だった。そうですね。今日ミステリーサーカスにいたわ。じゃあ、うん、いた。見た子は変な帽子かぶってて気づかなかった。あ、そうそうそう。変なモコモコのなんかロシアン帽とも言えないモコモコ具合の帽子をかぶってた美佐子とすれ違って、おい美佐子ってなって終わった。なんかおしゃれでかぶったなってちょっと半分思ってたのに、うん、スタッフ全員に不審者扱いされてみんなに声かけられるっていう。めっちゃ面白いな。でもなんかモコモコをこう首からストールも巻いて、うん、なんなら三つ編みしてったの、うん、動くのに邪魔だと思って、そしたら余計なんかまだオープンしてないのにお客さんが間違って入ってきたのかと思って、つってもうなんかスタッフがなんか入れ替え確かにあのって声すいませんでしたみたいな。やった。クキさんとか。おお、ありがとう。ありがとうございます。いただきます。うん、おいしく焼けました。これか。あ、これはうまそう。チーズ落ちた。チーズ割れて落ちた。落ちたチーズが。あ、バリバリやん。カレー味。あ、ほんと。バッカ。カレーか。うん、これ辛いなってちょっと思いました。カレーになりました。はーい。熱かった。汁がね。熱って。やばいな、あれ。うん、おいなんかすごい悲しい後ろ姿ですけど、うん、大丈夫ですか。いただきます。いただいてます。チーズ落ちたの。チーズ落ちた。サンビオルールだよ、サンビオルール。しばらく放置してた。あ、って言葉の人しばらく放置してた。あ、じゃない。ありがとう、うん、スペアリブを、うん、どれかドーンってここに置いてほしいな。これ伊達ちゃんのだよね。何でもいいです。はい、置いてほしい。そうだよね、ごめんね。スーって気持ち渡したかった。これ小っちゃいからこれなんか半分ことがついてるかも。私ちっちゃいので十分なんですけど、物量的には結構肉量多いよね。うん、うん、この鳥があるタイミングでかなりこの鳥で食いつけそうな可能性が出てきてる、ね、どっしり来てる。あとアップルシナモン焼きとかもあるんで、はい、うん、本当だ。アップルシナモン焼きって1日もたないですよね、多分。焼いとこうかも。でも今めっちゃ肉臭いんで大丈夫かな。そうですね。あれ開けときますっていうか見ようと思っちゃいますよね。はい、あ、ありがとう。さっきから伊達さんがそこ近いからってすみません。すみませんなの。しかも一番適役なんだよな。申し訳ない。行けようか。うん。なんか面倒くさくなって野菜まで。ああ、確かに。うん、確かに。一気に焼き物を終わらせるっていうね。いただきます。あ、そうじゃん。美味しそうですよね。鳥、鳥、鳥じゃ。うん。うん。美佐子、僕を食べるの。美佐子、僕を食べた。あくん、あくん、絶対絶命。それ肉汁がすごい熱いです。あ、うん、食べてる。放送禁止になりますよ。でしょ。いいよ。は？母様。うん、すごいスパイス効いてる。うん、すごい効いてる。うん、まっ。ビールじゃん。すごい合う。うん、これはビール、マジで。うん、クリスマス感がある。うん、メリークリスマスだった。クリスマスだった。1ヶ月遅れんの。うん、いや、この季節のこれ逆に雪降ってたらすごい幻想的なのかな。うん、そうね、耐えられる自信ないけどね、うん、寒さは、うん、バーベキューしてる場合じゃないっすね、うん、でもさ、雪ってさ
積もってると、あったかい。そう、あったかいっていうか、うん、鎌倉でもですか、感覚が、そう、うん、むしろ。寒さがマイルドにはなる。まあ、テンションも上がりますね。上がる。雪が降るってことです、ね。そう。下手に寒いよりは。うん。確かにね。もう秋もね、さっき言ってたけど、ん、景色すごい綺麗そう。あ、紅葉が、うん、すごくね、あの、めっちゃ枯れてる木、あの、イチョウの木が、肉です肉です。レックボタン押したっけ、回ってる、回ってます。あ、よかった、押してなかったらもう肉です。肉ですそう、今ここの2人とそこの2人、ミサコのカメラ邪魔してたんだよ今、あっちに向かってやってるからカメラに何のアピールしてんだろうと。さない、すごいチョコを送り出してそうそうそう、ちょい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 、なんかのコメンテーターみたいなこと。それがですね、食べてください。あ、すいませんでした本当すいませんでした。すいません、日の神様が出てきた。すいません、なんか全ての人が手間任せちゃって申し訳ないすいません。伊達さんもやっぱ食に貪欲なんですよ。美味しいものを美味しく食べたい人だから関係ねえじゃん。ちょっとそうそう、どっちかというとゆるちゃんがしたいからとかの方がね、まだ近かった。ゆるキャンプしてるから